ジャンヌ・パキン・ノ・マウン、レスペクター・デ・ラ・ローズのニジンスキー・ジョルジュ・バルビエは、フランスのイラストレーター。20世紀を代表するイラストレーターの一人である。古典を基礎に、当時、流行した日本趣味、中国趣味の影響を受けた流麗なアールデコ様式のイラストレーションで知られる。その才能は、グラフィックアートのみに向けられたため、美術史においては長い間、軽視されてきた。 1882年10月10日、なんとの裕福なブルジョワの家庭に生まれる。なんとは、大陸貿易で栄えたことで、木版画家のオーギュストルペール、その弟子の版画家、ジャン・エミール・ラブ・ルールを輩出している。1908年パリに上京し、エコール・でボザールに学ぶ。1909年パリで巡業したセルゲー・ディア・ギレフ、率いるバレリス公園を鑑賞、アンナ・パブロワや、 バーツラフ・ニジンスキーら新進気鋭の舞踏家や芸術監督、レオン・バックスとアレクサンドル・ブノワによる舞台装置に影響を受ける。1911年パリで個展を開始した後、1913年作品集、ニジンスキー、ついで翌1914年、タマルカル・サビナを発表する。同時期、ギリシア趣味やロシアバレエに加え、ファッションモードにも深い関心を寄せ、 1912年創刊のファッション雑誌ジュルナール・デ・ダーム・エデ・モード・ガゼット・デュ・ポントンに定期的にイラストレーションを掲載することとなった。1914年高級ファッション雑誌モードへマニエール・ドージュル・デュイにイラストレーションを連載する。1920年代エルテと共に舞台、映画の衣装や舞台装置のデザインに進出する。1929年 イリストラシオン氏に連載。1932年死去。50歳。ありがとうございます。